あなたの番ですは、日本テレビ系、日曜、ドラマにて2019年4月14日から9月8日まで、毎週日曜22時30分23時25分に放送されていた全20話のテレビドラマ、略称は、穴番。2021年12月に、映画版が公開予定。マンションに引っ越してきた年の差婚の新婚夫婦が、住民会で行われた。 交換殺人ゲームに巻き込まれる姿を描いたミステリードラマで企画原案は秋元康氏が担当。第1章では13年ぶりの民放の連続ドラマ出演となる原田智代と田中圭が第2章反撃編では田中が主演を務めており30人を超えるキャストが出演する。海外市場での展開も視野にニクール連続 半年間にわたって放送され、6月16日放送の第10話までを第1章とし、23日放送の特別編を挟んで30日放送の第11話より第2章反撃編として放送された。同局でニクール連続ドラマを制作するのは1994年10月期から1995年1月期にかけて放送された。静かなルドン以来25年ぶり。 キャッチコピーは第1章、毎週、死にます。第2章、反撃編、やられる前に暴いてやる。地上波放送と連動して、アナザーストーリー、扉の向こうが制作され、フールーにて独占配信され、こちらでは、それぞれの部屋の住人を主人公とし、本編での奇妙な行動の理由や、日常や、家庭の事情を描いている。 2019年11月6日にユーキャン新語流行語大賞に本作のタイトルがノミネートされた。また、第1章最終回の第10話は大きな反響を呼び、ツイッターのトレンドで世界1位になった。TVer や Hulu で一気味をできたことが後半の視聴率の上昇につながったと考えられる。企画。 原案の秋元自身が出席した住民会で同じマンションに年齢や職業など何もかもが違う人たちが住んでいるというだけで集まり話すのを見てそこでたまたま思いついた交換殺人が起こったら面白いのではという発想に誰にでも消えてほしい人がいるというテーマを加え本作品が完成した当初は1クールの予定であったが局からの提案により2クールとなった 年の左婚の新婚夫婦、手塚奈々と手塚翔太はマンション、キュンクエクラマへの一室を購入し新婚生活に胸を膨らませる。マンションの住民会に奈々が参加することになるが、ひょんなことから殺したい人の名前を紙に書き、くじのように引く交換殺人ゲームが始まった。その夜、管理人の徳島はマンションの屋上から落下し死亡してしまう。 そしてマンションのエントランスの掲示板には管理人さんと書かれた紙が貼り出されており、交換殺人が本当に始まったことを知らせる。徳島の死を皮切りに、頭部以外が山林で土に埋まった状態で発見されたタレント医師の山際雄太郎。ガス漏れによる爆発事故で亡くなったドル事故と田中正雄。ナイフで首を切られて殺害された赤池美里五郎夫妻。 時代劇の撮影現場の林で覆面姿の三人組に金属バットで撲殺された俳優の袴田義彦。夫の敏明のゴルフバッグの中から切断された右足だけが見つかった小島か代。リサイクルショップのトイレで考察された浮田啓介。エレベーターから転落死した奈々の元夫の細川朝雄。何者かに刺殺されたタミヤの元部下、河野隆文。 と、神に書かれた人物が、次々と殺されていった。七と翔太は、お互い推理をして402号室の榎本さなえ、まさし夫妻が怪しいと睨み、翔太は402号室に押し入り、隠し部屋に黒島と共に監禁されていた、榎本夫妻の実の息子である、榎本宗一を発見し、そこに隠されていた山際の頭部を見つけたことから、榎本夫妻は逮捕される。 事件は終わったと思った矢先、自宅の302号室で、ナナが遺体となって発見される。最愛の妻、ナナの葬儀を終え、翔太は、ナナのパソコンから彼女が残した日記を見つける。一方、警視庁墨田署の所轄刑事、神谷正人と水木洋次は連続殺人事件についての検証をしていた。神谷は翔太を一連の事件の黒幕と疑うが、水木は刑事の勘を理由に、 その可能性を否定する。その頃、翔太はさらに、翔太くんへと題付けされた文書ファイルの手紙を見つけるが、実は奈々が書いたものではなく、最後に、動画へ導く URL が書かれてあった。その動画には殺害直前の奈々が映っており、翔太に何かを伝えようとしたところで、映像は途切れる。新しい住民である AI を研究している、大学院生の二階堂忍が越してくる。 推理に行き詰まっていた翔太は、彼の知識と AI の力を借り、黒島と協力して、住民の情報を記録して、プロファイリングをしていた。翔太は203号室の死に家から、新管理人のよもぎたレンタローが401号室の木下・茜にスペアキーを渡していたことを聞き、木下も独自に事件を調査していたことを知る。ナナが塩化カリウムで殺されたことから翔太は、藤井の部屋で、 大量の薬品を見つけるも、部屋に潜んでいた親友の同居人から暴行を受け、連れ出されそうになるが、二階堂がそれに応戦して、翔太を救出する。その後、楠すの病室で翔太は、柿沼亮と瀬尾愛理から、浮っきたの遺体が笑っていたことを聞き、赤池夫妻、々も、同様の共通点を持っていたことから、同一人物による犯行ではないかと疑う。 AI の分析も同一人物で、さらに犯人は、総一と答えていた。夏祭りの夜、総一は304号室の北川住家の息子の、空を締め殺そうとするが、ま一発のところで、翔太、二階堂、502号室に越してきた、新たな入居人、南正和の三人が阻止し、事件は未遂に終わる。同時刻、黒島が駅で何者かに線路に突き落とされるが、 一命を取り留める。そして、七の殺害犯にたどり着いた神谷が、翔太に会う前に殺されてしまう。翔太たちは、黒島のストーカーの内山達夫が一連の殺人事件に関与していると考え、内山の元を訪れるが、ドアに仕掛けられたダーツの矢が突き刺さり、内山は死んでしまう。すると、内山のパソコンに動画が再生され、内山が、 赤池夫妻をはじめとした殺人はすべて自分だと自供するが不自然な点を感じた翔太と二階堂は他にも犯人がいることを疑う。翔太は南から何者かに殺された娘歩行の遺体が笑っていたことを聞き彼と情報交換を持ちかけ娘殺害の犯人がこのマンションにいることを突き止めていたことを知る。また、久住は自首を決意するが 警察に向かう途中で看護師の桜木瑠リに襲われ、警察署には富谷が黒島の元恋人である鳩殺害の自首に来ていた。二階堂は内山が小野の部屋にいたことを発見し、南の資料を入力された AI は犯人に黒島を導き出すが、黒島を犯人とするかどうかでしょうたと、二階堂は対立してしまう。一方、くすみの供述で藤井と桜木は逮捕される。 そして、翔太は、犯人が、自分の星座のラッキーデーに殺人を行っていることを、突き止める。翔太、二階堂、南の三人は、怪しい四人を、ホテルの一室におびき寄せるため待ち構えるが、突如二階堂が翔太を、チョークスリーパーで襲撃する。翔太が目覚めると、黒島と共に、両手足を粘着テープで巻かれていた。そこに現れた二階堂はショータに、 自分が殺したと語るが、翔太はその嘘を見抜き、疑われていた黒島が、真犯人であることを明かし、翔太と二階堂に真相を語り始める。二階堂は、黒島が犯人であることは分かっていたが、彼女に自首してほしいがために協力していたのだった。翔太を挑発し、殺されようとする黒島だが、翔太は、AI 奈々ちゃんの怒っていても抱きしめる人、それが、 手塚翔太という言葉で衝動を抑え、彼女を殺さずに抱き上げたことで、黒島は逮捕され、一連の事件は幕を閉じる。一方で、水木は赤池幸子を訪ねていた。黒島が幸子の義理の孫であることや黒島の本性を知っておきながら彼女を黙認していたことを明かす。ある日、翔太と二階堂が鍋をつついていると、インターホンが鳴り、廊下に出ると、 奥から進んできた幸子が使用していた無人の車椅子が二人の前で停止する。それには、あなたの番ですと書かれた紙が載っていた。そしてどこかのビルの屋上では、幸子が手を縛られたまま落下していった。前編すべての事件が終わり、マンションを引っ越そうとする南。そんな南に、翔太は、高知にいた頃の黒島を知りたいと頼み、二人は、 黒島の過去が書かれた資料を見ることになる。2014年。高校1年の黒島は登校中、目の前で女の子が転んで泣いているのを目撃すると、その子に近づき講習する妄想に支配され、それから逃れるため赤信号の横断歩道を渡ろうとして、トラックに跳ねられる。その後も脳に異常はないと医師に診断されるも妄想に悩まされる黒島は CT 画像を持ち帰り、 彼女が唯一心を許している偉大生で家庭教師の松井英二に自分の脳の CT 画像を見せといただす。松井は黒島に反社会性パーソナル障害などの精神疾患の可能性を告げ黒島の両親にも相談しようとするも彼女は堅くなに拒否。松井に普通になりたいと助けを求める黒島。そんな二人の会話を黒島の母がドアの前で盗み聞いていた。 後編幼い頃から普通の子として扱う上司に要求され続けた黒島は無自覚の狂乱を制御するため数学に没頭する。そんな娘を見た母、直美は夫の大地に病院に行くべきと相談するが彼女の普通じゃない行動が思春期だからと大地は問題にしなかった。ある日、黒島はいじめられている内山を助けたことを松井に話すと人助けは 良いことだが、普通はできないことと言われる。台風の日、黒島は松井に暴力的な行為をしたいという脅迫的妄想に襲われ家を出る。その先で黒島は南の娘、歩行と出会ったことで殺人衝動が湧き上がってしまったため、彼女にその狂気を向ける。2年後、黒島は松井を海辺に誘い、歩行を殺害したことを告白し、それ以来、 殺人衝動を抑えきれず、殺人が快楽になっていることを話す。黒島は自分にとって殺人は楽しいことであり、歩行にも笑って欲しかったと話す。松井は自首を進めるが、黒島は松井に抱きつき、共に崖から飛び降りる。一人生き残った黒島は、見舞いに来た内山から、事件の日が、お羊座のラッキーデーだったことから生き残れたのではないかと伝えられる。 内山に対して本性を見せる黒島だが、彼はそれをも受け入れたため、常に笑顔で自分の行動をすべて見ていろと強要する。話を終えた南は黒島の異常性を急断するが、翔太は犯人に復讐しようとしていた自分と重ねていた。そして南が死のつもりなのを見抜いていた翔太は説得し生きる希望を与え、その後二階堂に AI7 ちゃんを消すよう頼みに行く。一方、少年院で黒島にもらった本を読んでいた総一は、最後のページに彼女からの手紙を見つける。内容は、黒島の過去と生きたいように生きろというメッセージだった。名前の後の記号、内の数字は年齢を示す。1回2回3回4回5回第1章、第2章、反撃編ネタフェス特別版それぞれの住人を、 主人公とし、日常や家庭の事情を描いたショートドラマ、扉の向こうが制作され、地上波放送と連動してフールにて独占配信された。第1話と特別編を除き、1話につき1部屋ずつ開いていく。ただし、最終話終了時と、その翌週は、番外編過去の扉というサブタイトルで、 最終話で、ナたちを殺した連続殺人犯として黒島が逮捕された後の翔太、二階堂、南の同行や、黒島が、キュンクエクラ前に引っ越す前に、故郷、高知で両親と暮らしていた時の出来事に関するエピソードが配信される。番外編2021年12月10日に公開予定。ドラマ同様、主演は原田智代と田中圭が務めるが、 ドラマの続編ではなく、キウンクエクラマイに、手塚夫妻が引っ越した際の住民会に、ナナではなく、翔太が参加し、交換殺人ゲームが起きていないという、パラレルワールドの世界が舞台となっており、ドラマ版には登場しなかった、映画オリジナルキャラクターも登場する。ナナと翔太が、キウンクエクラマイに引っ越してきた後の住民会に、翔太が参加したことで、交換殺人ゲームが発生せず、 平穏な生活を続けて2年後、その間に親しくなった住民を招いて7ナナと翔太の戦場エリングパーティーを開催するが、そこで連続殺人が発生する。ありがとうございます。